バリア水石で帝国軍部隊を撃退した第7小隊は首都ランドグリーズに向けて行軍していた。おい隊長、いくらなんでも偵察の帰りが遅いんじゃねえか。メルキン、もしかして敵が潜んでいるかもしれない。ああ、吹き飛ばされて正体のみんなとはぐれてしまったみたいだ。そう、アリシア、崖の上には帝国部隊が駐留しているようなんだ。この場所に留まれば見つかるのも時間の問題だ。ここから急いで避難しよう。怪我はしてないかな？歩くことはできるかい？大丈夫だと思うけど。来て、ちょっと足を痛めてしまったみたい。でも大丈夫だよ、我慢できると思うから。傷が痛むかもしれないけど、なんとか頑張ってくれるかい？よし、敵兵に発見されないようにこの包囲網を抜けよう。アリシア、これはこの付近の地図だ。どうやら僕たちは敵に囲まれてしまったようだな。開始する。敵に見つからないように包囲網を突破しよう。すっかり夜になってしまったか。夜になると視界が狭くなって遠くの敵は見えなくなるから注意が必要だな。足、大丈夫かい？ごめんね、あまり長くは走れないかも。わかった、アリシアに合わせて進むよ。この音、榴弾砲か？私たちを狙ってるのかな？それにしては狙いが甘いな。おそらく
砲撃で炙り出すつもりなんだろう。注意していれば着弾位置は予想できるから、爆発の予想範囲内に入らないように気を。私の出番ね。体内に発光器官を持つホタルみたいな虫だよ。待てよ、光虫は動物の排泄物の主食だ。だとすると獣道が近くにあるのかもしれない。うまくいけば敵の目をやり過ごして先に進めるかもしれないな。この草はいいぞ、ポリセーラだ。どうしたの、ウェルキン。捻剤は打ち身に効く薬草なんだ。木と葉の部分を吸い潰してと。アリシア、足に塗るよ。ちょっと染みるけど、なんだか足の痛みが少し。ありがとう、メルキン。よし、先に進もう。またポニセーラも生えてるかもしれないしね。まずいな、サーチライトだ。見つかるとどうなるのかな。位置を無線で連絡されて、より正確に榴弾が飛んでくるってとこかな。嬉しくない話だね。見つからないようにしなくちゃ。
します。よし、行くぞ。やっぱり自然はいいね。敵発見。攻撃を開始する。やっぱり自然はいいね。アリシア、またポリセーラがあったよ。早速足に塗っておこう。うん、ありがとう。また少し痛みが引いたみたい。よかった。だけど無理はしないようにね。敵発見。
開始する。よし、ここまで来れば大丈夫だな。アリシアはまだか。行動開始します。ここまで来ればしばらくは安全だろう。少し休める場所を探そうか。そうだね。この暗さじゃあまり先にも進めそうにないし。こんなところに山小屋がある。少し休ませてもらおう。足、痛かっただろう。無理をさせてしまったね。応急治療しておこう。ベルキン、薬草も詳しいんだ。ああ、これはアローセベラというが、ユリ科の多肉植物だよ。外皮の中にゼリ質が隠れていて、それが湿布代わりになるんだ。ベルキンってやっぱり自然博士だね。それじゃあ、ベルキン博士、治療よろしくお願いします。よし、これで終わり。どう？冷たくて気持ちいいよ。ありがとう、ベルキン。薬草が役に立ったみたいでよかった。時間が経てば痛みも引いてくると思うよ。どうして自然に興味を持つようになったの？そうだな、僕が自然に興味を持ったのは父さんの影響が強いのかもしれないね。ギュンター将軍の？うん、休みになると二人でいろいろな場所に行ったよ。山で虫を捕ったり、川で泳いだり。父さんと一緒に遊んでいるうちに僕もいつの間にか自然が好きになってたんだ。ギュンター将軍が昆虫採集。ちょっと意外な感じがするね。そうかもしれないね。父さんは軍人としてのイメージが強いから。だけど父さんも悩みを抱えていたんだよ。悩み？僕の母さんは戦火に巻き込まれて命を落としたんだ。父さんは自分の最愛の人を守れなかったことを
いつも悔やんでいた。けれども周囲からは戦争の英雄だともてはやされ続けた。自分を英雄にしてくれた戦争、最愛の人を奪ってしまった戦争、自分は何のために戦ったのか。父さんはいつも苦しんでいた。そうだったんだ。でも自然の中にいる僕と遊んでくれる父さんはいつも明るくて元気な父さんだった。父さんを明るい笑顔にしてくれるから僕は自然を好きになったのかもしれない。メルキー。